パールパンズラム連続強姦殺人犯。さっさとしろよ、田舎者め。お前がもたもたしているうちに俺は10人殺せるぞ。卑劣な連続殺人犯である彼が言うとシャレになりません。あまりにも恐ろしい言葉です。キャロル・コール連続殺人犯。了解。死を目の前にこんなにも冷静に答えることができるでしょうか。一人目と同様、決してかっこいいという表現はしたくありませんが、業者感がありますよね。ハーマン・ウェブスター・マジェット連続殺人犯。焦らなくてもいい、しくじるんじゃないよ。自分では27人を殺害したと語る彼。しかし遺品の数からして200人は犠牲者がいるのではないかと考えられています。人間の命を簡単に奪ってきた彼だからこそ、死刑執行の直前もアドバイスをするほどの余裕があったのかもしれません。